あ、超美味しい。ただ超しか捨ててないよ。ん？今度超しか捨ててないよ。私ボケブル少ないんですよ。頭悪い。で、すぎはめちゃくちゃ美味しい。めちゃくちゃ美味しい。バカみたいに美味しい。どこまで行きましょうか。あんま美味しい。めちゃ美味しい。死ぬ美味しい。死ぬ美味しい。そこまで行くとちょっと嘘っぽくなっちゃう。いやでも美味しいよ。うん、美味しい。東京の両国に来ています。両国といえばお相撲さんのメッカということで、今日は元相撲力士の小錦さんと一緒に彼のお気に入りのちゃんこレストランに連れてってもらうことになりました。で、実は最近ちょっと私が不摂生がひどかったので5日前から野菜ジュースを作って飲むっていうデトックス生活を送ってるんだけど、まあ、今日はね元力士の人とご飯を食べに行くってことなんで、これでもうデトックス生活終わりです。行ってみましょう。こんにちは。あ、どうもこんにちは。お願いします。いらっしゃいません。あ、そうなんですよ。僕の店じゃないけど。よいしょ。すごい、失礼します。おちゃんこ屋は初めてでしょうか。はい、そうですね。てかちゃんこ鍋自体私食べたことないですね。そう、はい、今までどういうこと鍋で言えばちゃんこ鍋で決まってるじゃん。そうか、そこのラインを私今まで逃してきました。ここはよくいらっしゃるんですか。よく来るね、お客さん連れて来るし。まあ、とりあえず、明けましょうじゃなくて、もう3月だから。はい、そうですね、明けましょう。よろしくお願いします。私がずっとテレビの中でちっちゃい頃に見てた小錦さんと。これがいいの。これいや、ここまでちっちゃくないけど、もうちょっとかな。あ、もうちょっと、もうちょっとかな。すごくなんか全然ね、だってもう32年前の話だよ。僕32年前この政界に入ってきたから。32年前ですか、はい、もう引退しても17年ぐらいだから。なんか私が小学校ぐらいの時におばあちゃんとおじいちゃんが大ファンだったんですよ。だから結構ね、今日はねずっと変な仕事ばっかりやってるんで、やっとおじいちゃんおばあちゃんに誇りに思ってもらえると思って実はね、おばあちゃんおじいちゃんも人気あるからね、うん、横にちゃん愛人たちにすごい応援してくれた人多かったね、うん、まずちゃんこ何しようかな。何がいい。そういう醤油何もいいですよ。決めてよ。僕いつも食べてるんだから。いやでも私はおすすめを今日はいただき。全部おすすめ。あ、そっか、どうしよう。え、なん全部美味しい。本当に気分気分。何がおすすめですかね。特におすすめ味噌と醤油ブレンド。じゃあそこでいきましょうか。じゃあそこでいいよ、はい、決まり、はい、お願いします。この何フグあるの。ございます。うん、すごいじゃん。今時期しか食べない。あのフグ食べたことない私。嘘。本当。じゃあフグもお願いします。白子ポン酢。あのさ、このイカそうめんの刺身食べたいな。なんか美味しい肉ない。なんか手羽先の唐揚げですとか。ああ、地鶏の塩焼き。おいキムチ食べたい。はい、おいキムチ。おいキムチ食べたい。相撲部屋の中ってどんな感じなんですか。相撲部屋も大勢の男ばっかりで、みんな同じ鍋から番付の順でご飯食べる順番も、美味しいもんからも、強い人から美味しいもん食べる。でだんだん番付下がっていくと、どんどんもう残りないもん。まあ、今の時代まさかそれあると思わないけどね。わあ、いいですね。いいね、これはいいですね。これはちょっと素晴らしいね。大好きだ。ダイエットすごい大変だったんじゃないですか。だってなんかね、だって半分以下ですか、もしかして、うん、そう。食事制限だけですか、それとも運動とかも。いいよ、ちっちゃくしたバイパスっていう手術した、うん、それをするとバイパス手術をするとあれなんですよね、その食べれる量が少なくなるってことですね。全然食べられない、ゼロ。肌がカサカサになったり、髪の毛が消えるし、言いようがない。食べられない。実際どれぐらい切ったんですか、その犬バイパス手術で。
いいよ、ちっちゃくしてこう切って取ってまたくっつけるから、うん、ゴルフボールみたいになるの基本的に最後、でも今もその状態なんですよね。うん、普通に気をつけないともっと膨らむ、また元に。はー、うん、なるほど。じゃあ常に結構気を使ってみたいな感じなんですね。まあ前より食べないけど、うん、ふぐ刺しだ、やべえ。ご利用ください。すみません、生もう一個もらえますか。いくね、いくね、横綱。やっぱり店ごとに、店によってレシピとかも違うんですか。はい、もうまるき違いますね。店の独特なあの調味料とかもあります。ここはどういうふうにしますか。うちの親方の道の首屋ってあるんで、そこからの直伝 の, あの味を引き継いでやってます。ここでいいよ、はい、わー、ちゃんこ鍋。ちゃんこ鍋と他の鍋の違いって何なんですか。これ全部ちゃんこ、これ全部ちゃんこって言う、スモさんは。あ、ちゃんこって料理って言う。あ、そうなんだ、ちゃんこって料理って意味なんですか。ちゃんこ鍋、これ全部ちゃんこ。あ、うまいね、この時期うまいぜ。うん、うまい。ボキャブラリー少ないな、私。あ、やっぱり出汁がね、だしいいですね。このだしね、野菜に入ってる、うん、これをゆっくりこう煮込むことにね。うん。もうちゃんこ鍋ってめちゃめちゃヘルシーですよね。今これ食べてみると ね。だからなんであんなにお相撲さんがどんどんこうやって大きくなっていけるのか、これ結構するから。ん？結構毎日ちゃんと稽古してるから。稽古してるから。うん。体作るのにみんな最初痩せるよ。あ、そうなんですか。全然太らない。やることいっぱいある。でその後に。やっと追いついてからこう。やっと体重が増える。でもあれですよね、お相撲さんから出てきて、うん、お相撲さんがのキャリアの後に、うん、小錦さんみたいに例えば歌を歌ったりだとか、うん、タレントみたいなキャリアに進んだ人って、うーん、僕の場合はね、もともと完全に相撲協会離れてるし、自分でいろんなことを挑戦したいから、うん、もう割とあのプロデューサーの頭になってクリエイティブの方。なるほどね、大好き。うん、でもすごい、そう、なんかそんな感じが裏方、裏方の方が好き。うん、でも結構表に出ていってますよね、今のところはね。すごくそんな感じがするけど、仕方ないんだって。僕が出ないとなんかお金られないな。うん、そっかそっか。プロデュースだってお金も必要だし、お金になるまでやっぱり壁が高いんだもん。うん、自分が見られてる分と、まあ、一般的の日本のテレビの見方が全く違うから、どうしても笑いになる。僕割とワクワクな、まあ、明るい人だけど、うん、でもすごい真剣な、うん、いろんなことに対して、うんうん、あのいつも僕で必ずみんな、あ、大きいとか、うん、ハワイとか、うん、中身を見てくれない、うん、でもそういうテレビばっかりしかないの。でもなんでそういうところに出たいと思うんですか。逆に出てないもん。出てない、だから出ないの。そうかそうか。出るときに大体そういう、そこの辺の。そうなんですよ、日本のテレビ番組ってすごくなんか面白おかしく仕立て上げて、なんかでもとりあえず突っ込めるとこ突っ込んでっていうところの方針が、だからすごい全てが浅くなっちゃうんですよね。浅い、本当に、ね、あの何にも感情的に、ね、でしょ。なんでしょうね、なんかこのなんかすごい全てを消費して、消費するだけ消費尽くして、うん、ね、それが寂しい。やっぱり大人が子供のこと言う割にちゃんと子供のためになってないんだもん。でもそうな感じで、なんかいろんなことでもそうだけど、結局なんかなんだろうな、今の日本とか、今の日本って言っちゃあんまり良くないかもしれないけど、誰もあんまり責任を取りたがらないで、結局だから昔からそうなんでしょうね。別に今の問題かもしれない。だから責任を取りたがらないし、だから決断も出したくないし、だからなんかいろんなものが浅くなっていくし、だからいろんなものがぼやぼやしていくし、でそういうものばっかりに囲まれてなんか育った子供たちがね、まあ、って私も若いからそんなこと言える筋じゃないけど、今の若い人たちだって、ね、賢いと思うよ。うん、だからみんなバイトしなら別に会社入んない。2つのバイトをやれば全然会社より金儲かる。うんうんうん、税金が違うから、うん、でちっちゃいところに住んで毎日カップヌードル別に吉野家で380円で払えば、うん、自分じゃん。
逆に賢いよ。別に物が欲しくないじゃなくて、うん、先を見てると思うよ。先を見てる。だから今日本はいろんな借金してる。こんな借金してる国よく生きてるなと思う。本当ですよね。他の国でとこに潰れてるよ。うん、確かに。入れましょう。どうも、いただきます。野菜多めでお願いいたします。あ、なんだ。相撲っていうものをあんまり知らずにハワイから急に日本に来て、急に部屋に入って、うん、後悔とかしませんでした？まあ大変だったと思うんですけど、もちろん後悔だったらここに座ってないと思うよ。そっか、なるほどね。目的が一つだけ、うん、家族を助けることだよ。経済的にっていうことですか？もちろん全体的にそういう、そうだけど、親が少しでも楽させたい気持ちが一番大きいが目的だから日本来たのに1円もなかった。本当に、うん、ショーダーバッグ1つできた。何にも荷物ないし、履いた格好のまんま、うん、それでもパデを巻いて T シャツでスリッパで来た、うん、1円もない。一番好きな親のためだったの ね、やめられないんだよ。反対されてるのに勝手に決めるし、うん、1週間前に親始めて行って、お母さんバカだ、どこ行くの、日本行くの、日本はどこ知らんって何する、相撲、相撲なんだ知らん。そういう別れ方してますから、それはもう18歳でも責任感半端ない感じだ、うん。ピンクなんですね、髪。今日はね、いつも超かわいい。いろんな色するの。かわ、染まっていい。だいぶ色だいぶ変わっ、だいぶさ、すごい、超綺麗な色。だいぶ、ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。そういうやつもちょっと僕スライドしなきゃ。オッケーオッケーオッケー、分かった。ごめんね、私もじゃあスライドするよ。膝が、ちょっと膝が痛い。よいしょ。おお、気をつけて。ありがとう、おし。初めて相撲力士の方とご飯を終えて、あ、素晴らしい人だったね。なんだろうね、最初私らが入ってきた時に超怖そうな人だと思ってちょっとビビってたんだけど、なんかいろいろまた教えてもらった気がします。でしかもちゃんこ鍋超美味しかったし、またぜひどこかで、どこかで会いましょう。